ね、これ何真実の口と体は企業でできている。スネール閣下、言ったらスネール閣下出てきましたよ。続きは後で読みます。体は企業でできている。アンリミテッド企業ワークス来たか。アーチャー、さあ、真実の口に手を突っ込んだら抜けなくなってしまったスネイル閣下来るか。吠えるな、程度が知れるぞ。オープンウェイスきます。レーザーランス持ってるな、しっかり肩に銃もついてる。さあ、真実の口に手を突っ込むか。真実の口の中にレーザーランスを突っ込む。レーザーランス突っ込んでます。まあ正直者だからな、スネイル閣下は正直者だから手がちゃんと抜けてるぞ。スネイル閣下やっぱ正直者なんだ。当たり前でしょ。私に手を突っ込まれることは光栄に思いなさい。スネイル閣下やっぱ正直者だからな。やはり素晴らしい、私こそ企業だ。ベスパー第二隊長スネイルです。刺されていく、スネイル閣下が刺されていく。あ、落ちていった真実の口。そんなスネイル閣下も追っていく。なんてことだ。ジャスティンにも6人にも嘘ついてただろう。いやでもあれは優しい嘘だったんだよ。2人が戦いたいなって思って、愛ある嘘だったんだよあれは。さあ真実の口覚醒していく。さあ回っております。さあスネイル閣下も裏から真実の口めちゃくちゃ回転しております。さあスネイル閣下下段を攻めていく、めちゃくちゃぶん殴っていく。さあ真実の口がいきなりアグレッシブになった。何か壊れた。あ、上半身がスネイル閣下、アンリミテッド企業ワークスが、私こそが企業だ。うわー、脱いできた真実の口。お前は脱いじゃダメだろ。もう何か分かんないよ。なんか後でめちゃくちゃ回してるし。はい、切腹を外していく。切腹ロマンムーブ。ああ、自らの腹を切る形になってしまった。さあここガード、結果です。外された時のデメリットがでかすぎるんですよね。さあスネイル閣下勝利です。ありがとうございました。